ベリル・マーカムベリル・マーカムはイギリス生まれのケニアの女性パイロットである。1936年にヨーロッパからアメリカ大陸への大西洋無着陸単独横断飛行を行った。イギリスのラトランドに生まれた。4歳の時家族とケニアに渡った。父親と父の農園で暮らし、ケニアで最初の競争馬のトレーナーになった。3度結婚し、 上流階級の人々の中で奔放な人生を送った。付き合っていたイギリスのパイロット、トム・キャンベル・ブラックの影響でパイロットになり、狩猟旅行する人々を空から誘導する仕事をしたりした。1936年にイギリスからニューヨークへの無着陸横断飛行を行うことを決め、それは9月4日に行われた。それまで向かい風にこうして行うヨーロッパから、 アメリカへの単独横断飛行は、ジム・モリソンが行い、視界の悪化のために、カナダに不時着したが、大西洋の横断に成功していた。イギリスのアビンドンを離陸し、パーシバルガルで20時間の飛行の後に、燃料タンクの供給口の凍結のために、エンジンが不調となり、カナダのノバスコシア州のケープ・ブレトン島に不時着した。ニューヨークまで飛行する目標は達成できなかったが、 大西洋を西向きに単独飛行で横断した最初の女性パイロットとなった。1942年にジデンウエスト・ウィズ・ザ・ナイトを出版し、多くの書評で取り上げられたが、当時はあまり有名となることはなかった。アメリカで長く暮らした後、1952年にケニアに戻り、競争馬の調教師として成功した。1986年にナイロビで没死した。 1983年にウエスト・ウィズ・ザ・ナイトは再出版され再評価された。ありがとうございます。